皆さんこんにちは、四畳半の女将でございます。今日ご紹介するのはこちらの商品でございます。せーのドーン、ベビーカーを購入いたしました。こちらはアップリカから出しているグレコのシティカーゴプレミア2013年モデルでございます。ベビーザラス E 下見に行ったんですよ。ちょこちょこ行ってるんですけど、そこで安いものでもやっぱり3万とかするんですよね。で、中古のものを見に行ったりしたんですけど、いまいちこうピンとくるものがなくて、なかなかね、買えなかったんですけど、今回これはですね、お買い得でした。2013年モデルということで、店頭にはこれ展示品、1点限り、通常だと3万4800円の定価のところを、現品限りということで、1万9800円税別で、お店に並んでたんです、こいつ。で、お店の人に相談をして、ちょっと安く買えませんかって聞いてみたら、なんと1万9000円税込みで、譲っていただきました。なかなかいいやつだと思います。なんでこれに惹かれたかというと、値段ももちろんそうなんですけど、ちょっとカメラを落としますね。一番やっぱり、奥さんがこだわってたのが、ここでございます。ここ。ね、タイヤがもう一個ついてるんです、ここに。で、ここを下げるとですね、なんと、収納がこんなにあるんです。すごくないですか、ここ。この収納。で、さらにこの収納にですよ。ちょっとサイズが小さいんであれですけど、スーパーのカゴ、もうちょっとこう横に広くて、厚みがちょっと少ないのかな。取っ手にこういう風に引っ掛けて、カゴをこういうふうに詰めるっていう。なのでベビーカーをしながら買い物がすごい楽にできるっていう、もうすごい画期的。そしてですね、買い物が終わった後はさらにここをこう開けると恐ろしいほどの収納スペースが現れます。これはもう本当に普段おむつとか抱っこ紐とかもここに、あと奥さんのそのバッグとかも入れながらベビーカー一つで出かけられるっていうこの収納力はやっぱりすごいですよね。で、普段使わない時は簡単にこう折りたたんで置けると。一番のネックはコンパクトに畳めないっていうところです。買ってきた時に車に積んで持って帰ってきたんですけど、我が家は軽自動車に乗ってます。で、どんだけコンパクトにまず畳めるかという、これが最小です。ここからこう折り込めるタイプのものもありますけど、これが最小です。なので、この状態のものを車に積まなきゃいけない。ワンボックスとか大きい車の方は、そんなに不便ないかなと思うんですけど、軽自動車だと、これを積むとですね、後ろのシートの片側がもう一個潰れちゃいます。で、その横にチャイルドシートが来てたりすると、もう奥さん、子供の横に座れないですからね。そうすると、じゃあこれどこに積むかっていうと、トランクがちょっと難しかったので、助手席みたいな、なんかちょっとね、親子3人で出かけるときに一緒にベビーカーを持っていこうってすると、ちょっと工夫が必要かなって思います。これは、これからちょっと積み方考えていきたいなというのと、もう一つ、この畳むときですね、これが一番厄介でした。今、立たないでしょうか。でも実はちゃんと立つんです。その秘密はここです。この前輪。この前輪をひっくり返してやると、こう立つんです。なんだけど、普通に畳むとですね、この前輪が必ずこうなってるんですよ。なので、畳むときには、状態からこうした後にひっくり返さなきゃいけない。これがね、めんどくさい。もう片手でできない。子供を連れてこの畳みづらいっていうのはやっぱりちょっとネックかなって思いました。同じように広げる時もやっぱり片手でいかないんですよ。両手でいかないと広げづらい。ここがね、やっぱりちょっとネックでした。あとはね、作りがしっかりしてる分、ちょっと重たい。こんな感じですね。ただ全体的にはやっぱり収納力と作りが頑丈なので、かってよかったと思います。あとは使い方ですね。使い方がちょっと不足いるかなっていうところで、その辺がちょっと不満が出てくるかもしれないですけど、デザインもやっぱりかっこいいし長く使っていければと思います。一応下の方にリンク貼っておきますので、よろしければ皆さんチェックしてみてください。以上グレコのシティカーゴプレミアのご紹介でございました。ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いします。あれパソコンでご覧の方は右の YouTube ボタンからクリック。スマートフォン、タブレットの方は下の説明欄からよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。